加ジ一郎は、将棋騎士、九段、土一太郎名誉名人門下。騎士番号は十二、東京都台東区の生まれ。元号が明治から大正に変わる直前の月の生まれである。1928年、土一太郎に入門。プロ入りは1934年。以降、商談を重ね、戦時中の1943年に八段まで上り詰める。 戦後に始まった第1期順位戦では A 級からスタート。4勝9敗の成績で陥落枠7名の中に入り、第2期は B 級で指す。第11期 B 級2組順位戦で2位の成績を収め、B 級1組に復帰。第2回東京新聞社敗戦で高松の宮賞を獲得。第13期 B 級2組順位戦で、 霊賞参拝の後の七局を不先輩とし、1959年、現役を引退。まだ46歳であった。1978年1月20日、肺炎で死去。去年65、同日付で球団を追贈される。家事には、プロ騎士になった弟子はいないが、後に感染記者となった東公平は、家事門下で、奨励会で指し、初段で大会している。 一飛車党で、相掛か,かりや変則的な矢倉の形の将棋が多い。時折振り飛車も指し、マスナ構造を相手に中飛車で戦って勝った一局も、ある。ありがとうございます。